あ、地震だ。でもこれならんぞ。 iPhone だから仕方ないよな。そんなことないですね。設定あります。まずは設定と書かれた謎の歯車マーク、これをタップします。この歯車なんだろうね。なんで歯車だろう。しかも3つ意味わからないけどタップ。次に通知をタップ。そして一番下の方までスクロールしてください。そうすると緊急速報となります。ここをオンにしてください。これで何かあれば通知されます。ただ人が作ったものだから 100% 過信はダメですね。何かあれば緊急速報が入ってくる。ちょっと安全かな。 iPhone でもできる。そう覚えておいてください。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。